はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日もみんなでバトルやっていきましょう。なんか今年の冬、まあ九州だけかもしれないけど、今年の冬はねめっちゃあったかいんだよね。こっち全然寒くないんだけど、たまに寒い時はあるけど、めっちゃ着込んで寒さ対策をねしなくてもいいぐらい全然あったかいんだよね。っていうか雪も見てないしね、こっち雪降ってないんだよ一回も。今年多分降らんかもしれん。まあ雪自身見た目は綺麗だと思うけど、あんまり好きじゃないからな俺。キノコを取れたぞ。ファイヤーフラワーは取りたいけど、あれこれどっちだ、これ下が正解か。このまま走っていこうか。でジャンプ OK。 あー待って、これ危ない、これ危ないやつだ。これはなんだこれ。あ、カギくんがいるな。カギくんが取られたな。よし、カギ取ろうぜルイージ。あ、待って危ない危ない。あ、このステージ負けるかもしれない、やばい。いつもの俺のパターンだ、まずいぞこれは。あー待って。うわーバック、みんな先行ってるのに。やっぱね焦ったらダメだな。これ下に行ったらなんかあるの。なんもないな。ダメだ、もうルイージについていけばよかったな。まさかルイージにヒップドロップが来ると思わんかったわ。あのヒップドロップでやられたのがねもう完全に敗北の原因。動画のね最初でも言った通り、こっちねまだ全然雪が降ってなくて寒くないんだよね。みんなの地域どう、雪降りまくってる？多分ね同じ九州に住んでる方っていうのはね全然雪を見てないと思う。飛行船のアスレチック、めっちゃ面白そうな名前だな。あ、難しそうこれ、バトルじゃ難しそうだぞこれ。よし OK、 いいね。あ、恐縮系、マジかよ。これはヒップドロップが大事になるだこれ。あはは、恐縮はきついな。危ない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 から、みんな危ないから。よし、これドーナツなくそうぜもう。あはははやばい、俺自分で自滅したわ。みんな死んでこないかな、あの二人自滅しないかな。あははは、マリオ恐縮はきついな。みんな死なないと俺絶対抜くことができないもんね、恐縮の場合。ゆっくり行こうか。もうやっぱり一人で恐縮こんくらいのレベルだったら絶対いけるもんね。ステージ的にはねそんなに難しくはないんだけど、これ4人でバトルしたらやっぱ難しいね、こういう落ちる系、足場が少なくて落ちる系は。それじゃあじゃんじゃん次のステージやっていきましょう。 S プラスの5700とかめっちゃ強えじゃん。もう勝てる気がしないんだけど、あのルイージとかに。危険なスカイダイビング、これはまず土管に入ろうか。待って、速攻やられたわ。まさかそんなすぐ持ってくるとは思わなかったな。待って待って、もうルイージやめようぜそんな。いや投げるのはいいんだけど、え、これ難しいな。確かに危険だなこれ。これ運感あるよねこれ、結構運感ないこれ。これ完全に運感だよね。待って、マント、よっしゃ来た、やった、いいね。このまま落ちていこう。そしてマント、マント、俺にマント。無理じゃんこれ、もうマントいるやん、マント完全にマントいるやん、マント俺にマントを送れ。待って、先に入ったらダメだぞあれ、あのキノピオもダメだぞこれ。どうくらい、今ぐらいか。マントの出るタイミングがねちょっとわかんないから、よし来た、オッケー、これがマントの出るタイミングだ。そして右にマントがあったんだ、オッケーオッケー。あ、嘘、よし。そして次は、お、今回ねそんなにレートが高くない者同士の戦いだぞこれ。いいレベルの戦いになるかもしれない。コースによりけりだけどね。よし、このまんまね右に走っていこう。え、動かないんだけど、マジで。え、待って、誰か超ラグいんだけどこれ、大丈夫これ、助けてください。どういうこと、いやマジほんとそう、3から動かないんだけど、この3長いだ。誰か通信が悪い人がいるなこれ。よし行こう、 OK、 いいね。このまま走ってってジャンプ OK、 いいね、 OK 勝った。この勝ちは何、実力勝負でいいのこれ、全然実力勝負っぽくないよね。まあいいや、勝てたから。
もっとこうめっちゃ争って勝った時がね一番気持ちいいんだよね。みんなでバトルって長いコースで難しいステージだったらなおさらだよね。そういうステージで勝てたらほんと一番気持ちがいい。1枚1枚、まあ、意味がわかんないけど、スーパーマリオメーカー2のコースって意味わかんないこと多いもんね。あ、待って、スター欲しいな。あ、スター取ったもん勝ちだこれ。多分スターの取ったもん勝ちだこれ。マジかー。っていうことはあのマリオゴールしたか、もしかして。スターは、俺スター欲しいんだけど。え、見えない見え、全然見えない。マリオどこ行った、マリオどこ行ったの。マリオ一人勝ちかこれ、もしかして。オッケー、よしよし、取れた取れた取れたけど、このまま行こうか。よし、鍵開ける。そして右、あ、マリオなんかおる。あ、やったやった、勝てた。もしかしてたまたま鍵を持つモンスターを倒したっていうこと、それで勝てたってこと。運がいいな、それだったら。めっちゃ運がいい。今年は大吉か。もうみんなおみくじとか引いた。大吉とかね意外と引くんだけど、大吉を引いたこと俺今までまだ一回も見たことないな、大吉を引く人。あ、ニューアドベンチャービギンス。よし、それじゃあ行こう。あ、待ってなんで待って、俺ほんといつもクリボーじゃない。大丈夫かなこれ、俺こんなんでマジ下手くそなんだけど。それじゃあね、気をつけていこう。もう一番遅かったらもうアイテムガンガン取っていけるね。あぶね、よし。あ、なんか一番左キノピコいるんだけど、チャンスじゃないこれ。よし、このまま行こっか。じゃあこれはどうすればいい。一番右、このまま右行くかな。で、土管入る。そして下だなこれ。そのまま下行って、でこのまま右行くか。そして、あ、なんか左上にドアがあるぞ。あ、俺行ったんだけど。でここ右行く。え、もしかして俺1番じゃないや。右にいるね、マリオとルイージが。あの兄弟いるぞ。あいつらを絶対抜きたいところだけど。よし、うわ、早っ、あのキノピコもう追いついてきてる。あ、待って待って待って、やばいやばい、めっちゃ追いついてきてる。早っ、よしよし、オッケー。まずいまずい、こんなところで俺はマジかー、こんなところで俺は死ぬわけにはいかないとか言おうとしたら死んじゃったよ。あー、敗因は最初のクリボーやね。よし、じゃあね、これでラストバトルにしたいと思います。よし、これはどうしよう。え、待って待って、あ、俺ここしかないじゃん、もう選ぶとこ。それじゃあ下のカートに乗っていけばいいのかな。これどうすればいいんだろう。カートに乗るべきなのか乗らないべきなのか。カートに乗らないでおこうか。よし、オッケー。じゃあ右から行こう。で、ジャンプ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 、危ない、待って。よし、邪魔邪魔邪魔、俺もうカートいらないんだけど。でも乗っていこうか一回。よし、乗っては行ってみよう。オッケー、いいね。このまんまジャンプ、待って待って、邪魔邪魔もうカートいいや、もうカート遅いわ。よし、でこのまま落ちる、大丈夫これで。左、これ一番キノピオじゃない、キノピコとかが有利っぽいな。なんかこっちでいいの、てか俺多分こっちじゃないよね、これ戻ってるよね俺きっと。でも一回このまま行ってみよう、合ってるかもしれない。待って待って、危ない危ない。よし、 このままカートで左行ける。え、これどうやってゴールするんだろう。こっちでよかったんかな、多分合ってたと思う。ただあのキノピオとキノピコが早かったんだろう。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。そろそろ正月も過ぎたし、違うゲームもね配信していきたいなって思ってます。もちろんみんなでバトルも今後ずっとやっていくんだけど、ちょっと積みゲーっていうの、積みまくってるゲームが多いんだよね俺いろんなゲームばっかりやってるから楽しくて、ちょっと他のゲームをやっていかないとなって思ってます。それじゃあまたね。